ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのくるみハイツのご紹介をさせていただきたいと思います。まずは洋室から。こちらがですね、約6畳の部屋ですね。綺麗にリフォームされてまして、こちらに収納がありますね。結構ね、開けてみるとちょっと思ってたより奥行きとか広いですね。あってちょっと広いですね。結構ね、奥まで入りますね。で、こちらからですね、バルコニーの方に出ることができまして、すごく前はすっきりしますね。よいしょ。ここの降りたところに、ね、このゆったりとお洗濯していただけるようになってますね。高さがないんでね、この辺が使いやすいですね。で、こちらが、ここがダイニングキッチンのスペースですね。中次第、これがシングルレバーになってますので、結構この辺の使いやすさがおすすめポイントですね。上が収納もついてまして、こんな感じで結構お鍋とか、なんかたこ焼き器とかね、かき氷器とか使っていただけます。で、窓がこっちにもありますね。結構風がすごい通りますね。で、この辺に冷蔵庫ですね、置いていただいて、どうか食器棚をね、置いていただいて、で、こちらがお手洗い、奥行きがありますね。と、ここが玄関ですが、ここは洗面所。洗面所がこちらですね。室内洗濯機置き場は割とこのスペースがゆったりしているので、大きな洗濯機でも入りそうですね。で、独立の洗面台。これね、結構小物が置けます。で、浴室がこちらですね。これね、綺麗ですね。スッキリとしてて。高さがね、あんまりないのでね、結構、その辺が安全に使っていただけると思いますね。で、最後にこちらが、洋室ですね。洋室が2つありまして、キッチンスペースとですね、なってるお部屋ですね。ここで綺麗に、ここね、なってますね。ここはすごい閑静な住宅地で、中学校とかがね、すぐ近くにありますね。こう、子供さんの声とか聞こえそうな環境が、ご家族の方にはおすすめの物件となっております。また、詳細は弊社のホームページで、ぜひご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の席で皆様のご来店をお待ちしております。また見てください。